ど素人の女性が何キロ出せるかチャレンジ。もうタイトルからして気になる。皆さんもね、ロードバイク買いたての時何キロ出せました？最初ってスピードメーターとかつけてないじゃないですか。だから案外ど素人の人が何キロ出せるかってみんな知らないんですよ。で、今回はね、もう本当にロードバイク乗りたての女性に来ていただいております。もう早速ご紹介しましょう。レイアンです。よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。イエイ。はい、元気ですね。はい、で、レイアン、はい、僕の個人チャンネルの方にも何回か出てくださってるよね。はい、ロードバイク始めようとして所定でフレーム買いしたよな。そう、買う時もそのなんだろう、フレーム買いと完成車で買うのっていうのを違いを分からずに、とりあえずただただ色が可愛いで買った。所定でこのフレーム買ったんや。そう、こちら、これなんていうフレームですか？はい、これはデローザのアイドル。アイドル、はい、はい、名前はピアちゃんです。ピアちゃん、はい。名前があるんや。名前があります、ピアちゃんです。ほら、そのピアちゃんの特徴を教えてもらっていいですか？うん、気に入ってるポイント。気に入ってるポイントは色がマジョーラカラー、深緑になったり紫になったり、変更カラーが可愛い。ただただそれだけで買いました。で、フレームはこれなんぼしたの？58万弱ぐらい。所定で50万いった。所定で。その解説動画とかはひょっとしたらもう出てると思うんで、僕の個人チャンネル見てください。もうあとは詳しくは。はい。はい。ほんで今回の企画なんですけども、はい、いわゆるスプリントというものを3本するんですけども、はい、短距離走的な。そう。1本目はもう普通にスプリントして何キロ出るかやってみよう。はい。うん、で2本目ちょっとコツを教えます。はい。例えばダンシングって知らないでしょ？ダンシングヒーロー的な。何ですか、ダンシングヒーローって？え、なんか昔の歌。歌ってください。え、分からん、知らん、知らんって。曲名しか知らんから。ちょいちょいポコポコ戦んとってくれるから。まあそのダンシングっていうのは、はい、まあいわゆる立ちこぎですわ。で、最後、はい、こちら、デレン、ホイールを変えて、お、速度が上がるかどうか。はい、こちら荒谷さんのカーボンホイールとなっております。はい、これを変えて何キロ出るか、この3本チャレンジします。変わるかな。いや、だいぶ変わるで、これ。え、20キロぐらい上がる？いやー、そんな上がらないね。まあまあ、この辺の発言でね、だいぶ投資ろっていうのがご理解いただけるかなと思います。はい、で、何キロぐらい出せそう？ツールドフランスに出てる選手が120キロぐらいで走るんやんね。120キロの距離よな。ちゃう、え、時速。お前、例の好きなアニメで、小学生の男の子が120キロで走ってた。時速。なんていうアニメ？僕とロボコっていうアニメで、120キロビュンって走って、警察にダメだよ、120キロ出しちゃって怒られた。誰かコメント欄でこの処理の方法教えてくれ。ちょっともうちょっとわからん。120キロはまず出ません。出ません。はい。じゃあプロは？プロは下りでも70キロから80キロぐらい。あ、じゃあ50キロぐらい出る？50キロぐらい出る。そのぐらい目標にしましょう。はい。はい。で、目標にして、で、今回、こちら、淀川のケマの校門に来ております。はい。で、ここ淀川サイクリングロードがあるんですけども、ここやって見通しもいいし、うん、全力で漕いでも、うん、行けるかなというようなコースになっております。で、今回ね、このホイール、と、僕の追走用バイクですねは、大阪本町にあるベコンさんからお借りしております。いつもありがとうございます。はい、で、今日秘策があるっていうことで。そう、応援団呼んできました。応援団、はい、はい、じゃあちょっと持っててもらって、はい、ででーん、ロボコとニョンタ。そう、もうね、あれなの、お出かけするときは基本ロボコとニョンタと一緒にお出かけしてます。多分痛いやつや。こいつまで痛いや。今年一やりにくいかもしれん、今日。どうしよう。まだ今年始まったばっかりだから、よかった。いや、もう9月や。いや、もう10月や。間違えても取るかな。まあまあ、ええわ、何キロ出るかやってみよう、じゃあ。はい。はい。わかりました。じゃあ、そちらのサイクリングロードで、ね、チャレンジしたいと思います。はい、行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、まっすぐ行ってもうて、でレイニャのタイミングで最高速度が出たと思ったら止まってもらって結構です。はい、ちなみにレイニャ何回目ロードバイク乗るの？3回目ぐらい。じゃあもういつでも、後ろからついていくから。はい、はい、行きます。レイニャ行きます。それ何？え、アムロレーダが。アムロレイナ、アムロレイナ、コメントに困んねよな。
あ、でも結構早いぞ。いや、結構早い、結構早い。ちょっと待って待って、いや、結構早い、結構早い。一遍戻ろうか。はい。いや、結構出てたね。ほんま？ほう。ちぎられるかもた、一瞬。あれ？危な。え、ちょっと見るわ、見るわ。なんぼや。わからん。え？あ、こいつらず、42キロってこと？めっちゃ出てるやん。え、42キロ？42キロ。おほほほほ。じゃあ、僕が言ってる夢じゃない。夢じゃない。え？やったー。俺実は結構しんどかったよ。やばっと思ったもん。え、ギアとかも何にも考えてやんな。考えてない。どれくらいがいいか分からへんから。でも軽いとさ、うん、なんかしんどいやん。そうか。次はコツを教えるわ。はい、はい、変速しながら速度出した。変速がどのタイミングでどういう風に変えたらいいかが分からない。あの車のミッションとか分かる？なんとなく、うん、あれのタコメーターを足の回転やと思って。タコメーターを足の回転、うん、だから足がぐーっと回ってって。あ、なるほど。いい感じに乗り出してきたら増やして1個重くすんの。重くして、はいはいはい。で、最後最高速出すときギアを重くして立ちこぎにしてみる。できるかな。ちょっとダンシング1回試しにやってみて、できるかだけ1回やっとこう。 OK、はい、うん、ちょっとそれやってみます。ダンシング、はい。で、今ギア軽いな。はい。2個重たくして。2個重く。はい、2個、もう1個。もう1個。で、立ちこぎ。あ、怖い。怖い。立ちこぎは、なんかね、ハンドルが、ガガガガってなる。あ、力入れすぎやわ。あ、そういうことか。うん、直進してたら、絶対、車体って安定すんのよ。だから、そんなに力まんでいいと思う。え、じゃあどこに力を入れる？ギアが重いから、うん、ある程度こっちに体重を乗っけても大丈夫なんや。スコーンって抜けることはないんよ。なるほど。うん。ほら、行ってみようか。行きます。まあ、さっきより速度落ちてもしゃあないやん、これは。確かに。うん。よいしょ。で、重く。いやいや、早いな。いやいや、早いな。ほんで。あっ！立ちこぎ怖い！全然立てんかった。あー、立ちこぎ無理だ。やっぱちょっとあれやったな。難しいよな。難しい。もう手に力が入ってプルプルプルになっとったもん。そう、怖いんや。怖い。こんな状態立つことがないから、うん、体重のかけ方が分かれへん。多分これに関しては上りでな、ダンシングする方が最初覚えやすいんよ。まあ、今日は平坦なんでちょっとできないけど、なんで上りやったら踏んでも踏んでも下まで行かへんから、そこでいっぱい踏めるでしょ。だから立ちこぎっていうのはしやすいんよ。まあ、とりあえず何キロか見てみようよ。でもとりあえずな。あ、でもこれ見えますかね。マックス 36.7。 あー、下がった。だからこれは一つ検証結果やね。素人はダンシングすると遅くなるっていう。あと、ビンディングってご存知ですか？あの、カチャってするやつ。そう、あのカチャってするやつしたらもっと安心できるんよ。あ、一見怖いけど、ほんまは車体と一体感が出て安心できる。なるほど。確かにこれやったら滑ったらどうしようとか、ね、うん、なる。じゃあ、はい、ギアチェンジは大体わかった。そのギアチェンジのコツ、ちょっとずつ重くしていく。そう、それでさっきの42キロ超えれるかやってみようや。お、42キロって1回目の記憶やね。はい。早く回すこと意識してな。次は早く回すこと。重いのでグッていくんじゃなくて、そう、軽くてもいいからピシュって回す。で、回りすぎた時に初めて重たくする。オッケー。では行きます、うん、はい、レイナー行きます。よし。あ、軽い。だから回す、早く回す。だって遅いで足今。あ、そっか。全然回ってないで。わかんない。で、重たくする。はい。まだ回ってない、回ってない。もっと早く。もっともっともっと早く。うん、そう、もっと回して。どうやろな、一発目の方が速そうやな。だって足回す回らんがわからない。うん、かなり踏んでんねんよな。自分の気持ちいいところで踏んどんやろうけど、多分あの力ほとんど
逃げちゃってる。無駄？うん。もうちょっと回すことに意識しないと、重たいギアにして力んでるだけやわ。まあ、とりあえず何キロか見てみよう。あ、でも 41.2、早いな。わからん。わからんのよ、回すが。1秒間に2回転足を回してくださいと。はい。するやん。でも、レイニャンだったら多分、1秒間に、1回転ぐらいしかしないよ。ダメ？うん。で、その軽レースって言うんやけど、1分間に足が何回回るか。この後、ホイール変えてやるんやけど、軽レース90とか100になれるようにやってみよう。ってことは？ってことはもうギアを重たくしない。軽いやつで？そう。ほら、ちょっとホイール変えましょうか。はい、お願いいたします。はい、今からホイールを交換して、ちょっともう一回チャレンジしようとしてたんですけど、すいません！工具を間違えました！すいません！だからブレーキローターとスプロケが交換できません。なので、ちょっとそれだけ別日にとって、もう一回チャレンジしたいと思います、はい、ただね、ちょっと雨も降ってきたから、まあ、逆に良かった、逆に良かったね、滑ったら怖いし、うん、数日後な、はい、ホイール変えて何キロ出るかやってみましょう、はい、目指して50キロ、50キロ、はい、映像的にはすぐ飛ぶと思います、はい、どうぞ。はい、ということで別日に、また同じ場所にやってきました。はい、はい、で今回しっかりとホイールつけてきましたので、こんな感じとなっております。でん、はい、なかなかやっぱ迫力変わるね。で、オレンジでこれはこれで可愛い。で、別日に撮るということで、はい、今日実業団2期にも来ていただいて、ありがとうございます、はい、カメラ担当していただくのと、はい、せっかく週間おるやったら、はい、なんかアドバイスある？最高速度を出すアドバイス。 ありますよ、はい、何？とりあえず、最初はもうフォームとか関係なく全力で踏んでください。で、これ以上自分の力では加速できないって思った瞬間に頭下げてください。あ、頭下げる？誰に？お前おもろいこと言うなや。ポジションを下げんのよ。ああ、そうだね。体勢を下げて空気抵抗を減らします。自分の中で45キロまでは最高だとしたら、そこまではパワーで持っていって、それ以降は空気抵抗で伸ばすって感じです。なるほどな。その同じ漕ぎ方でもポジション変えたら、それだけで自然と速度は上がる。そうです、そうです。うん、50キロ目指していきましょうよ。行こう。うん、ほな行きます。はい、頑張る。行きます。分からへん。今のはちょっと厳しそうかな。どうやら分からんな。でも外から見てる感じやと出てなさそうでしたけどね。あー、 35.2キロ、1回目の記録超えれてへんやん。そうですね、あまりにも締まりが悪くない？42キロはさすがに超えたいよな。そうですね、出るはずですからね。そうやね、最初何もなく42キロ出とんやから、それは超えような。はい、ああ、回すための足の力の使い方が多分理屈で分かっていない。一番軽いインナーローで、あー、はい、どんだけ回せるかやってみる。そうですね。で、回す感覚覚えたら軽レース上がるんちゃうかな。あるんじゃないですか、いけるんじゃないですか。じゃ、一回それやってみよう。一回それやってみよう。そうですね。うん、あ、やばい。あ、ええ、自転車初めて乗ってた。回して回して。なんで踏まへんねん、なんで踏まへんねん。そうそうそう、こける。いや、回さんと回さんと。全然進んでない。何これ。無理やろ。ちょっと聞いていこう。あ、オッケーオッケーオッケー。力入れんと足ふわふわさせてこうしてて、なんか、あ、無理だ。待って、無理よ。なんかさ、ヘロヘロする。ちょっと一回戻ってこい、一回戻ってこい。集合集合集合。レイニャの場合見てたら踏んで、なんか一拍あんねん、スムーズに回ってないよ。うんって踏んだら一回なんかうんってなっとんねん。で、もう一回グーンって踏んどんねん。じゃなしに、もうこれはもう全く忘れて、ももを上げてみような。もも上げる。右もも上げたら左もも上げよう。はい、おう、ちょっともう一回言って。はい、
あげるあげる。太ももを。あ、でも、継続さえなってきたんじゃん。はい、意識して意識して。もも上げる意識。なんかね、で前向く前向くちゃダメだよ。はい。あのぐらいの軽電スまでいければ重たいギアで。そうですね。な、絶対いけますね。次さ、さっきの回転でギア指定でやってみよう。はい。もうそのギアのまま。グッとスピード出していく。そうですね。そうしよう。今これが多分なトップから4段目やね。それくらいでいいかもしれないですね。行こう。あれは触らないね。ギアは触らない。よし。うん、よし。うん、行きまーす。あ。さっきのケイデンスまで上げる感じやで。はい。どうやろ一回戻りましょうか。おおお、でも、はい、上がってる上がってる。 37.1。 おお、 37.1 でした。では終わりやろ。もう一本。もう一本いけるまだいける、余裕だよ。おお、もう、いけるまで帰れんぞ今日。ギアはどう今ので。え、なんか初めはあれやけど最後走ってたら軽いって思ってしまう。最後の最後でもう一段をしようか。じゃあ一段だけ回帰。一段だけな、一段だけ、はい、もう一本行こう、もう一本行こう、はい、お願いします。シュー君ちょっと行ってくるわ。はい、行ってください。出してくださいよ。頑張れ。もう帰れへんと今日。行きます。はい。あ、そら、こうして。どうやろ。50キロは出てない。出てないですね。てか藤本さんついていけてる時点で50キロ出てないですね。いや、お前舐めとんかお前。舐めとんのか。あかん。数字的には悪くないけど 33.3。 逆になんで前42キロ出た。いや、ほんま俺が聞きたいよ。あれどうやったん。そもそも今日出ない環境が悪いかもしれないですよ。風。はい。一回逆向きで走ってみません。あ、こう、こっち追い風か。向いて、はい。はあ、はあ、卑怯じゃね。前回が追い風やったか向かい風やったかによるくないですか。で、向かい風じゃなかった気するな。あー、一回藤本さんこのバイクで50キロ目指してみてください。やってみようか。はい。ワンチャンいけないかもしれないです。そうやね、俺で無理やったらレイニャにそれを貸すのは無理やな。そう、無理があるんで。一回やってみようか、はい。へい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 。プルプルしてる。どうですか。はい。60キロ。一つ分かったことがある。はい。今まで出たんが、はい、こんな感じなんよ。あ、やっぱ俺これな。2.7。これな。無理やと思う。無理でしょ。でしょ。結構向かい風やっぱり。はい、ちょっとごめんなさい。こんな感じなんで、もろもろ見ていただいたと分かるんで、見ていただいたと思うんですけど、向こうの方行って、追い風で最後ちょっと42超えよ。頑張る。よし、いきまーす。お、早い早い早いぞ、早い。いや、早い早い、やばい、切られる。いや、相当速かった、相当速かった。速かった。俺一瞬ちぎられそうだった。もう一個重くしたらもっとスピード出た。うまい気がする。速かったで。いや、全然ちゃいましたよ、さっきとスピード感。でも風が原因やですね。ちょっと見よう。おお、見て見て。あ、出ました出ました。
で、もう一段上げたらまだいけるって言ったんよ。どう、もう一発ぐらいいける？もうだいぶやってるけど。え、今のは超余裕だった。やっぱ風や。そうですね。俺途中ちぎられそうだったよ。いや、ほんまにちぎられてましたよ。1週間ぐらい空いてましたよ。次で、なんとかあの42キロ超えてくれ。もうちょいやから。いける。え、あの、シュウ君もそれ応援団持ってくれてんでな。ロボコ、頑張るよ。さあ、ちょ、シュウ君頼んだ。オッケー。ロボコ、バイバイ、行ってきます。よいしょ。だから新記録出たら急にご機嫌さんなんてなったな。え、藤本さんめっちゃ嬉しそうっすよ。いや、終われるやん、企画。いや、ほんまにそうっすよ。いや、マジで終わらんやったよ、このままやったら。はい、でも何分動画やねん、これ。いや、ほんまですよ。何分撮ったっすかね、これ。途中からやからな、今日。行きます。よし。ちょっと見せて。あのパワフルさが完全消えてるもんな。そうですね、もう足が限界って感じですかね。あと一歩で終われんねんけどな。限界やな、体力が。もうでも俺無理やもんね。まあ今39キロやったんや、パッと見たら、はいはいはい、最高速度がね。まあそれでも結構出てると思うんやけど。そうですね。一回休憩する。とりあえずもう時間的にも結構ギリギリまで来てます。今火が落ちかけてきて、はい、はい、これを返す時間もあるからね。ホイールとかお借りしてそうですね。そう、確かに。で、なんならカメラの充電もなくなってきた。そうですね、 30% ぐらいですね。でもお前レイにはこれな、泣いても笑っても最後や、これほんまに。ラス1。うん、これに全力をかけよう。かけよう。動画をちゃんと綺麗にみんなに感動与えれるか。あの、もう今日何本もスプリントして相当疲れてるやん。足プルプルしてる。そうですね。うん、でも最後の最後で持ってこれるか。もう土台は出来上がってますからね。うん、感動ストーリーが。行こう。頑張る。オッケー。よし。ラスト一本。綺麗でいこう。はい。行ってきます。シュウ君頼んだ、じゃあそっちは。お願いします。ラスト。まあもう考えすぎず、うん、とりあえず思うだまま回すってことは意識して、もう本気でやってみよう。はい。いいよ、集中してるよ。いいよ。ちょっとおじさん黙ってください。集中力途切れるから。はい。はい。ちょっとあんま後ろからわーわー言わんといてくださいね。応援も。うん。はい。行きます。頼む、行けてくれ。だいぶ早かった。どうや。じゃ、行ったことろ。もうそれで怖くて見られへん。いや、結構早かったね。いい感じでしたよ。結構早かったな。はい。見ようか。俺もちょっと緊張してきた。待って、ちょっと心の準備させて。行くで。行きましょうか。はい。悪くはないけど、ベストには届かずって感じですね。はい、ということで、もう何の動画かわからなくなりましたけども、まあ当初の企画としては、ド素人の女性がロードバイクに乗ったら何キロ出るかという企画で、まあ結果としては1回42キロ出てると。
ただまあ平均したら40出たらまあ早い方みたいな結果が出たね。そうですね。な、しゃあない今日だいぶスプリントしたから、そうですね、映像的にはカットしてるかもしれないけど、はい、もう10本以上そんぐらい行きましたね、行ってるから、うん、まあまあまあしゃあない最後でもぴったり40出たから、うん、めっちゃ悔しいそんなにちょ、演技じゃなくてほんまに泣いてんねんけど、本気でやめてほんまに泣いてるで。あ、そんな悔しかったんや。いやでもめっちゃ本気でしたもんね、ずっと最初から最後まで、うん、いやだからほんまに出したかったな。そうっすね、40だから2キロ以上、43キロ、うん、けどまあまあ疲れもあるし、最初向かい風の中何本もやってるから。まあまあ仕方ない、出なかったことも仕方ないとして、ホイールはでも変えたわけやん今回。どうでした、感じ的に。なんか今まで使ってた紫のより硬い、車みたいな感じ、足回りが硬い感じ、スポーツカーみたいな感じ。車詳しいんやね。でも車好き。あ、だからそうか、だからなんか普通のファミリーカーとかよりも、はい、なんだろう、足回り硬いスポーツカーみたいな感じで違う、うん、剛性感が上がってるよホイールの。だからその速度に乗りやすいゾーンってあるやん、ワットとか、ね、はい、あのゾーンが結構高い位置にあるかもしれない、このホイール。だからちょっとレイヤーにとっては今回のあれやったらもうちょっとマイルドな方が良かったんかもしれない。あとはやっぱり、うん、ビンディングやったらまた違ったかもしれんっていう。ああ、そうやな、すごい悔しい悔しいあ、一生懸命やるって素敵やね。そうですね、そうですね、もうそこは絶対伝わりますよこの動画。一生懸命やったよ、うん、まあビンディングにしてみたり、今後なんかいろいろして、まあね、レイニャン自身でちょっとトレーニングして、インスタグラムされてるやん、あれでスピードいっぱい出るようになったよって報告したらいいと思うし、みんなに、はい、だからまあよかったらレイニャンインスタグラムやってますので、そちらのフォローしていただけたら嬉しいです。で、今回のこの頑張りの動画がもしね再生数すごい伸びるようなら、またまた次の企画ってのが可能性として出てきますので、うん、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価していただけたらと思います。はい、はい、みんなでレイニャンを育ててください。うん、だから今回の改善点とかあったらね、コメント欄にいただきたいし、あ、そうですね、こうした方がいいとかね、うん、姿勢がダメだよとか、はい、ということで、今回の動画は、時速40キロでしたまとめ雑ですね最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。